ジョン・フラムス・ティードは、イギリスの天文学者、ケンブリッジ大学に学ぶ、フラムス・ティードと表記されることも多い。1666年と1668年に起きた日食を正確に予言した。これらの功績が認められ、1675年3月4日、初代のイングランド王室天文館に任命される。給料は年100ポンド。同年6月、 認知のグリニッチ天文台は、フラムスティード本人の手により工事が開始される。しかし、この天文台は完成後も、観測器具は置かれず、フラムスティードは、自費で器具を揃えた。足りない分は、給料から、それでも足りない分は、副業で、家庭教師をしたり、寄付で賄った。観測器具の設計にあたっては、ティコブラーへの著書を参考にし、 それを望遠鏡用に改変した。フラムスティード本人はティコにちなんで、自らを宮廷付先生術師と呼んだが、この故障は普及しなかった。代わりに人は彼をグリニッジ天文台長と呼んだ。このため、現代のイギリス英語でも王室天文館はそのままグリニッジ天文台長を指す称号として使われた。1676年2月、王立協会フェローとなる。 同年、サリーのバーストを教区僧侶となりそこに住む。1677年、王立教会フェロー選出。1684年、グリニッジに移住。アイザック・ニュートンは、自然哲学の数学的諸原理の出版にあたり、フラムスティードの観測記録を要求した。フラムスティードはこれに応えて、記録を送ったが、この観測記録は、ニュートンの理論に合わず、ニュートンは、 フラムスティードが観測記録を送ってくるのが遅く、さらに恋に誤った記録を送ってきたとして非難した。しかし実際には地球と月の関係はニュートンの考えたような単純な二つの質転換の関係では表せず、もっと違う要素が必要なことがニュートンの死後に判明する。フラムスティードは観測記録を天球図譜として出版しようと試みるが、 ニュートンとエドモンド・ハレーは、フラムスティードの仕事が遅く、完成の見込みがないと判断して、新しい観測記録ではなく、手元にあったフラムスティードの古い不正確な観測記録を元に勝手に、王立協会版、天キューズフを1712年に出版した。フラムスティードは、裁判に訴え、勝訴した。王立協会版、天球図譜の在庫はすべてフラムスティードに渡され、 フラムスティードはグリニッジ伝問題でこれを焼却した。また、フラムスティードは図書館等が購入した王立協会版、テンキューズフも可能な限り回収して焼却した。これでニュートンとの決立は決定的なものとなった。ニュートンは自然哲学の数学的諸原理第2版からフラムスティードの名をほとんど削除した。 王立協会の協力が得られないと知ったフラムスティードは、自費で、天気ュズフの発刊を試みるが、生前には出版できなかった。これは、没後、1725年から1729年にかけて、フラムスティード夫人らによって刊行された。1719年、クリニチニテシス。1720年、サリーのバーストーに葬られた。フラムスティード版。 天球図布は長らく航海や測量の基礎となった。日本でも1943年に再販されている。これさえあればグリニッジとの経度、緯度の差がわかるようになったので、天文や測量の世界では自然とグリニッジ天文台が基準点となった。このための地に本書四五線を決定する際、基準点はグリニッジ天文台に置かれた。フラムシティード天球図布は 構成につけられる番号が独特である。星座の西の端から1から順に番号をつけるというもので、この方式はフラムスティード名と呼ばれ現在も使われている。例えば、オリオンザアルファ星はフラムスティード記号ではオリオンザ58番星となる。フラムスティード天球図符では星座の形はすべて地球から見える形で描かれた。それまでの天球図は 天球の外側から見える形で書くのが通常であった。フラムスティードは観測の際、誤って天皇星を構成として観測。この星に、オウシザ34番星と名付けた。このため、オウシザ34番星は結番になっている。ありがとうございます。